天使のモーニングコール。皆さん、今月の心の指針覚えていらっしゃるでしょうか。タイトルはなぜ笑う。世を救わんとする人々をなぜ笑う。行動する人々をなぜ無視する。答えよ、という最後の言葉は、地上を見つめる仏から重く厳粛なものを突きつけられたようでした。そして無意識のまま、自覚のないまま、世の中の風潮に流されてしまいがちな人の心の弱さを見つめさせられました。仏の作られたこの世界は愛に満ちています。でも、その真実の愛をつかむためには、仏の御心を学ぶことが大切です。例えば、正しさについて。人間心を超えたところに、仏の目から見た正しさがあります。はじめにこちらをお聞きください。日本という国は非常に空気に支配されやすい国であり、何か一つ象徴的なことが起こると、それに関わる人たちがすべて同じ方向に動いていく傾向があります。日本人はまだ本当の意味での個人主義的な考え方ができないのだと思います。大川隆法総裁の書籍、繁栄の法から朗読しました。調和を重んじるあまり、物事に対する判断を曖昧にしたり、白黒つけることを避ける。皆さんもそんな経験ないでしょうか。それは大人の態度だからと、例えば組織に生きる者としての賢さやしたたかさから来るものなのかもしれません。けれど、大川総裁は書籍「光と闇の戦い、政治と宗教の大統合」の中でこうも説いています。善悪を分けることは知恵の始まりです。善悪を分ける力が弱いということは、欧米的に言うと知恵が弱いということに相当します。物事のけじめをつけず、善悪をはっきりと判定しないでおくことは、結局知恵がないことと同じなのです。物事のけじめをつけず、善悪をはっきりと判定しないでおくことは、結局知恵がないことと同じとありました。厳しい言葉ではありますが、この言葉真摯に受け止めたいです。価値観が多様な今という時代に生きる私たちにとって、この視点は迷わずに生きるための力になりそうです。善悪を分けることが知恵の始まり。皆さん、ぜひこの真理を受け入れてください。さらに、政治と宗教の大統合の中ではこうも綴られています。さまざまな学問や職業、経験、
社会的事象の変化の中において何が真理であるのかということを常に自らに問わなければなりません。そしてそれは同時に何が正しいのかということを問い続ける人生でもあるわけです。世の中にはいろいろな考え方や行動の仕方があります。しかしあなた方一人一人はその中からいずれかのものを選び取らなければなりません。その基準は真理とは何であるか、何が正しいのかということです。言葉を変えれば正義とは何であるかということでもあります。はじめの朗読で、日本人はまだ本当の意味での個人主義的な考え方ができないのだと思いますとありました。空気に支配されずに一歩足を止めて、何が正しいのか正義なのかを自分なりに考える態度を持つこと、それは本当の意味での個人主義、言い換えれば本当の意味で一人の人間として自立した人になるために大切なことだと思います。ただ世の中には何が正しいのか判断が難しいこと、すぐに答えが出ないような複雑な問題もたくさんあります。特に政治的な問題はそれぞれに支持する人、反対の人がいます。例えば格差の問題、人権の問題、働き方についてや福祉の問題、いろんな意見に触れるとどの言い分もわかる気がして、考えるほどに難しく感じてしまう。民主主義的な人間同士の議論はずっと平行線で、問題が結局解決しない、先送りになってうやむやになってしまう。態度の強い方の意見が押し通されるなんてこともあります。そうした時に私たちが考えるべきこととは何でしょうか。私は霊的な覚醒を得て宗教家の道を歩み始めて以降、さまざまな霊体験をしましたが、霊的な体験を通して最もよく分かったことは、善と悪というものがはっきりとあるということでした。この世のことについてはいろいろな意見があり、各説各派が分かれて議論をし、民主主義的に多数決で決めていますが、霊的な面から見た場合には物事の善悪ははっきりしていて迷いようがないのです。本当の意味での正しさというものは物心の存在を前提とした正しさであり、霊界観を前提とした正しさなのです。その意味において教科書には書かれていないものです。命の法、そして幸福の法から朗読しました。
人間心を超えた善悪の価値が厳粛に存在する、はるかに高い視点から注がれる仏の眼差しがあって、その目には世の中は、世界はどう映っているのか、そう考えると一人の人間としていろいろな問題に対して謙虚に誠実に向き合わなければいけないなと思えてきます。物事の本質を見抜く知恵や認識力は、こうした姿勢を持つことで本当の意味で高まっていくのではないでしょうか。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。私たちはそうした中においてあくまでも純粋に正しいものは正しいと主張し続ける団体でありたいというふうに思っております。信者の皆さんには一人一人正しく心の探求を求めてまいりましたけれども、団体としてもやはり国家目標として、あるいは未来目標として正しい目標を追求していくということを姿勢として持ち続けたいと思います。それは我々の利益になるか害になるか、そういうことは別にして、やはり冷静に考えてみて正しいと思うことは貫くという姿勢を守らなければならないと思います。むしろ今宗教家でなければこの世のいろんなしがらみ権利関係にとらわれずに意見を堂々と言える職業はもうないですよ。ほとんどない。もう大抵何らかの利害が絡んでいて正論が言えない状況でした。ですから民主主義の担保としてはマスコミに大きな期待がかかってあったかと思いますけれども、マスコミに関しましてもかなり巨大な組織になっていて、やはり官僚組織とほとんど変わらない動きをしているように私には見られます。ですからもっと在野の精神というのを発揮されて自由な言論を出された方がいいんじゃないかと思いますね。ですから経営体として、あるいは官僚組織としての意思決定がなされているように思われますね。だからこの国は肥大化しすぎているように思われます。いろんな法律やあるいはシステムが固まりすぎて身動きが取れず自由な言論ができないような世の中になっているんだったら、この世の中を作り変える、リメイクしなければいけないということですね。そういう時期が今来ていると思います。で、勇気を持ってそれができるのは私たちではないかと密かに自負しているところであります。だから宗教家っていうのは、まあはっきり言えばバカなんだと思いますよ。本当バカなんだと思います。だからそんなことするんですか。みんな命取られるようなこと平気でしますから、基本的には根本的にはバカなんだと思いますよ。バカなんだとは思うけれども、しかし、人が不幸になるのを見ていられないんですよ。不正を見て黙っていられないんですよ。人が悲惨な未来を享受するのを黙って見ていることができないんですよ。それが宗教家です。宗派を超えてそれはそうです。キリスト教でも言ってますよ。イエスも言ってます。人のために命を捨てるよりも大きな愛はないと聖書の中で述べています。その通りです。だから世の他の見知らぬ人々のために命を捨てて行動することほど尊いものはないと思います。我らは信仰者として永遠の生命を信ずるものであります。そしてこの世はあくまでも魂の学校として人生修行に来ているものだと信ずる
ものであります。そうであんならば何も恐れることはありません。この世はあなた方の魂を磨き、さまざまな苦難困難に打ち勝って素晴らしい世の中を作っていこうと努力するための学校なんですから、その学校の中であなた方が自分たちの利害にとらわれたり、あるいは卑怯者になったりしないかどうか、その魂の磨きを今試されているんだと思います。お聞きいただいた説法は書籍政治に勇気をに収められています。物事の本質、あるいは善悪を見抜き答えを出すのはとても難しいことです。正しさや真実というものは一定の時間の流れを経なければわからないものもあります。地上に生きながら天上界や神仏の価値観に合った正義とは何かを求める心を持ち続けること、探求する視点を持つことが全ての人に与えられた魂修行の課題かもしれません。複雑な社会の中、皆さんも何が正しいのかわからなくなったら、迷ったら、ぜひ神、仏と言われる存在のこと考えてみてください。自由に意見が飛び交い、民主主義によって社会が営まれている中に、もう一つ神への信仰というものが大切だということがお分かりいただけると思います。